ける道も希望となる。時計の音は未来への汽笛。自分を探して溶け出したのも通り逃したイエスも希望となってゆく。どっちでもいいさ、掴み取るでもどっちでもいいさ、見つめる先に何もなくとも僕らはきっと見つけ出すだろう。